アンダートン船舶昇降機。アンダートン船舶昇降機は、イングランド北西のチェシャー、アンダートン村近くにある船舶昇降機。航行可能水路であるウェバ川とトレント、マセウンガの高低差15.2メートルを垂直に結んでいる。この船舶昇降機は、西暦1875年に建設され、1983年に、 崩壊し閉鎖されるまで100年以上使われた。2001年に再生に向けての作業が始まり2002年に再開した。この昇降機と付属する訪問者施設及びその展示は英国水路局により行われている。イギリスにて稼働するただ2つの船舶昇降機である。もう一つはスコットランドのファルカークホイールである。ローマ時代から チェシャー平原の下の岩塩鉱床から塩が抽出されていた。17世紀の終わりまでには、主要な岩塩鉱山産業の発展により、チェシャー付近に塩の町と呼ばれる、ノルビッチ、ミドルビッチ、南ビッチ、ウィンスフォードができた。1734年のウェバ川航路の完成によって、ウィンスフォードからノルビッチを経てウェバ川が、マセイガに合流する。 フロジャムまでの塩輸送路ができた。一方、1777年にトレント・マセイ運河が開通した。この運河は上場川航路に沿っており、より南方のストーク付近の炭鉱と陶磁器の産地まで伸びていた。二つの航路の所有者は、お互い戦うより一緒に働いた方がより利潤があると決断した。1793年には船だまりが、 アンダートンで上場側の北岸で掘られ、それにより川が15.2メートル上にある運河の斜面の元まで伸びた。二つの巻が幹、潮滑りと石炭鉱にある巨大な海馬台を真似た仙台がある、在津未開施設が二つの航路間で建設された。1801年に建設された第二岸壁にも、これらは拡張され、1831年には、 船だまりへの第二入り口が建設された。1870年までに、アンダートン船だまりは双方向の主要な積み替え場となり、巨大な倉庫、3個の独立売仙台と4個の塩滑りがあった。しかし、積み替えは時間も費用も要したため、上場航路管在人は2つの航路が、お互い直接通過できることを許す必要があると考えた。 公問が試案されたが、適当な場所がなく、運用による水の浪費のために捨てられた。1870年に、関西人は、航路間に昇降機を公式提案した。アンダートン船だまりは明らかにその船舶昇降機を設置すべき地点であった。関西人とトレントマセー運河の所有者は、北スタホドシャー鉄道会社に、費用の負担を依頼した。この交渉は失敗し、 完財人は、自らの予算で進めることとした。完財人は、義士頭のエドワード・リーダー・ウィリアムスに、船舶昇降機の設計を依頼した。リーダー・ウィリアムスは熟慮の末、お互いに、平行重りとなることで昇降に、わずかの動力しかいらない水満の体能を用いることを、提案した。鎖を、頭上の平行輪を経て、体の箱をつなぐ、類似の船舶昇降機が、 1835年に大西部運河で完成していた。この設計は深箱を支える巨大な石造りの上部構造を必要とした。リーダー・ウィリアムスは水風の水力信棒を用いて箱を支えたら地下に埋められた信棒と筒で重量を支えるのでとても小さな上部構造が使えることを発見した。彼は水力技師のエドウィン・クラークが設計、実験した。 ロンドンの王立廃選挙の水力船舶昇降機と環境を見てヒントを得たのかもしれない。船舶昇降機は水力新防案に決定し、リーダーウィリアムスはエドウィン・クラークを主設計者に任命した。その時、アンダートン・フナダ・アマリはウェーバカ北岸の海港で小島を囲んでいた。この島に建設することとした。二つの連結の箱は、 長さ22.9メートルで幅4.7メートル、深さ2.9メートルであり、夫2層の21.9メートルなーボーとか、幅4メートルまでの橋形を収容できた。おのおのの箱は252トン、満水時。空では90トンである。排水により、船舶の有無にかかわらず重量は同じである。おのおのの箱は一つの中鉄の垂直な振動、長さ15.2メートル。 内径0.9メートルで支えられ、埋められた筒、長さ15.2メートル、直径1.7メートルの中で移動する。川の高さでは、箱は水に満たされたサガンバリの部屋にある。地上の上部構造は、箱の案内と、上部作業場、歩道と取り付け階段の支えをする7本の中鉄管の柱からなる。上部では、トレントマ製運河と50.3メートルの両端に、 連鉄製の水門のある、連鉄製水路橋で連結された。通常の運用では、2本の水力信号は5インチの管で直接的に接続され、水が動くことにより重い箱が降り、軽い箱が上昇した。昇降の始めと終わりには、調整のために各筒が独立に蓄電池か上部にある10馬力の蒸気機関で初期化されている圧力容器にて駆動された。 必要ならば、蒸気機関と蓄電池にて一つの水力信号を駆動させ別々に箱を昇降できた。これには30分かかった、通常の運行は3分であった。1871年10月、ウェバ航路管財人は特別会を開き、を解決した。1872年7月、ウェバ航路1872年法は王に承諾され、 建設の認可が得られた。建設の契約は、ストックポートとリバプールのエマソンマガトイド会社とされた。作業は1872年末までに開始され、30ヶ月かかった。アンダートン船舶昇降機は1875年7月26日に、公式に開業した。走行費は48,428ポンドであった。はじめの5年間はうまく運用した。 最も長い閉鎖は、寒冷にて運河が凍結した時であった。しかし、1852年に一つの中鉄塔が運河の高さで船がいる時に爆発した。箱は迅速に加工したが、幸いなことに爆発した信号から流れ出る水が加工速度を遅らせ、水のある川の高さの巨が衝撃を和らげた。けが人はなく、上部構造は壊れなかった。引き続いた試験で、 他方の筒も不全であり、半年にわたり閉鎖され、筒の部分と関連していると考えられた。接続灯が再設計され、取り替えられた。1880年から1890年にわたり、交通量は増加したが、水力灯の問題が続いた。信号が筒に沿い動く部分は、一方が1887年に一時的に回収され、1891年に交換された。 他方は1894年に交換された。しかし、主たる心配は、心房の崩壊であった。運河の水を駆動用にと、下部居に用い、それに心房が浸っていることにより、崩壊し溝ができた。どうにてこの溝を補修する試みは、事態を悪化させた。銅は、酸性の運河の水と、電気化学的に反応し周囲の鉄の崩壊を進めた。 1897年より上流水に変更されたが、崩壊速度は遅くなったが進むことを止めなかった。その後数年間、維持と補修の頻度は増した。各回、数週間の閉鎖を要し、一つの箱のみでゆっくり運用した。1904年までに、関在人は水力信号を取り換えるために、かなりの期間の閉鎖と直面することとなった。この時、 西頭のコロネル JAE、さらに他の解放を尋ねた。サナは水力信号を電動機と平行盛り、天井滑車に置き換え、箱が独立に運用できるように提案した。この計は水圧計より多くの稼働部分があるが、地上にあるため近寄りやすいため、安価で簡単な維持が可能である。 箱と平行重りの全荷重が上部構造にかかるので大規模な補強と丈夫な基礎構造がいる。しかし当初の枠組みの周りに別の上部構造を作ることにより、サナはごく短期間の閉鎖でこの変換ができることを約束した。新規の上部構造は横に角後合計10の三角の鉄製枠で水面上18メートルに機械室を支える。 電動機、駆動軸と中鉄歯車滑車は機械室に設置される。構成、検索は箱の両脇に取り付けられ、滑車を経て各18号計36の平行重りと繋がる。夫の平行重りは14トンあるので、合計252トンで箱と平行する。電動機は滑車と軸受けの摩擦に対応する。30馬力のものが設置されたが、 通常は半分で運用された。新規の基礎と上部構造に達して、川の標高の境環境と変更され、運河と昇降機の間の水路橋をまっすぐにされた。当初の箱はそのまま使われたが、構成、検索が側面につながるようにされた。1906年から1908年にかけて変換工事が行われた。様が約束したように、 合計3回49日の閉鎖のみであった。変換された昇降機は1906年7月29日に公式開業した。もっとも一つの箱はもう一つが変換工事をしている時に5月から電気で運用していた。電気運用に変換後75年にわたり昇降機は成功した。通常の維持管理は必要であった。特に箱を支える構成。 検索は滑車を通る時の繰り返す曲げ伸ばしにより疲労したので、品回に交換を要した。しかし、昇降機の機械装置は地上にあるため以前により、簡単であった。また、箱が独立して運用できるため費用は少なくなった。ほとんどの管理作業は、一つの箱を運用しながら行ったので、長期の閉鎖は避けられた。塗装も維持作業である。 新しい変換後の上部構造は崩壊の可能性がある。崩壊を減らすため、すべての部分が8年ごとに保護液とゴムで塗装された。1941年と1942年に変換産業中に環境のもとに放置されていた当初の水力信号は鉄の再利用のために取り出された。 1950年代と1960年代に英国運河の商業交通は減った。1970年代にはアンダートン船舶昇降機の交通はほとんど全て降落用となり、当機はほとんど利用がなかった。1983年の塗装作業中に大きな崩壊が上部構造に見つかったため構造的に不健康とされ閉鎖された。 2002年の再開作業後、修正されたバンの初期の水力計が再設置された。1906から1908年の外部枠と滑車は非運用目的に残された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。